はい、2019年2月13日行われましたユニドル2018-19 ウィンター敗者復活戦、成城彼女さんのタイムテーブルになります。鳥から2番目のこの時間を予定されていらっしゃいました。はい、成城彼女さんは敗者復活戦に置かれまして、審査員順位2位、観客票順位1位、総合得点355点、総合順位2位で見事決勝戦進出を決められました。はい、そして2019年2月13日敗者復活戦に置かれましては、なんとアンビバレント一曲の一発勝負という一曲のみでの挑戦となりました。4期生リーダーモカさんのコメントにもありますように、敗者復活戦と決勝戦に進出された両方ともアンビバレントを披露されましたが、振り付けが敗者復活戦の時と決勝戦の時の振り付けが違っていたというところで、そこにこだわられたという内容のメッセージもいただいておりました。成城彼女。
発表いたします。はい、ドキドキ。決勝戦に進出する敗者復活戦2位のチームは、審査員順位2位、観客票順位1位、総合得点355点、発表します。2019年2月13日の敗者復活戦並びに決勝戦に向けられました新ビジュアルになります。